富木バツ,バツ大学工学部教授西村純一博士が氷菓子岩井千吉を殺害しようと決心したのは2か月前のことであった5,000円の借金は到底支払うことができずそれかといって これまでに築き上げた名誉と地位に傷をつけたくはなかったからであるひそかに教室の実験用の機械を抵当に入れたのは返す返すも失敗であったが今更どうすることもできなかった博士はまだ独身であって両親も兄弟もその他何の経緯とてなかったが自分の体と名誉を愛することはほとんど強敵と言ってよいほどであった 学生時代から頭脳は人並み外れて優秀であったが両親の愛というものを知らなかったためにその心は極めて冷ややかであったそうしていかに頭脳が優秀でも体が弱くては何にもならぬことを知って学生時代から衛生に注意し借金したのも実はうまいものを食べたいためであったしかしながら 決して酒やタバコや女は体を損なうものと解釈したからであってひたすら各種のスポーツによって体を鍛え33歳の今年20巻に近い堂々たる体格を所有することができたのである大学を卒業してから2年間 S 教授に従って毒ガスを研究し後2年間海外留学を命ぜられ 貴重後論文を提出して工学博士となり翌年教授に任せられたその間に祝いから借りた金はだんだん増えてついに今年になって5,000円に達したのである5,000円の金は他かから借りられぬことはなかったけれども極端なるエゴイストの常として他人に頭を下げることにいかにも耐えられぬ侮辱を感じるのであった それかかといって、から余し出すことはできず、しかも利子は加速度をもって増えてゆきことに最近岩井から低等物の処分をすると脅かされたので博士はついに「岩井を殺害しよう」と思い立ったのである頭脳の明晰な西村博士はこの2か月間犯罪学の書物や刑法の書物を読んで殺人について研究した。 父は殺人者の伝記を読んだ時ハーバード大学の科学教授ウェブスター博士が友人のパークマン氏から金を借り切羽詰まって教室で殺害し死体を焼却した事件を知って苦笑せざるを得なかったなんとなれば博士もおぼろげながら岩井を教室へ呼び寄せて殺そうと思っていたからであるしかし博士は ウェブスター教授のごときまずいことは決してやらぬつもりであったウェブスター教授は死体を切断して一部分ずつ暖炉に焼却したが全部を焼き尽くさぬうちに教室の小遣いのために発見されてしまったその時すでに頭部は焼き捨てられてあったが肺の中に入れ歯が残っていたためそれによってパークマン氏であることがわかり教授は逮捕された。 また西村博士は能楽師山田何がしの犯罪にも苦笑したなんとなればやはりあの事件も自分と同じような動機によって行われたからである山田学士は鈴木何がしを自宅へ呼び寄せベースボール用のバットで撲殺ししかる後死体を切断して氷詰めにし郷里の川に投じたが直ちに発見され逮捕され ついに「形状のつゆと消えてしまったなんというまずい計画であろうこの2人に限らず多くの殺人者の失敗はいずれも死体の処置の不完全に基づいていることを博士は知ったのである人を殺してもその殺された死体が発見されなければ罰せられることはないのであるから問題は ただ死体を完全に消失せしめればよいのである無論死体を完全に消失せしめても法律上いわゆる直接証拠があればやはり刑罰を受けねばならぬかもしれぬが直接証拠をなくすことは死体をなくすよりも容易であるはずでありまた死体を完全になくしさえすれば被害者が生死不明ということになるから。 何よりもまず死体の処置に全力を注ぐべきであると博士は考えたのである博士はもちろん両親の著作ということについても考えてみた多くの殺人者は両親の著作に耐えかねていろいろなヘマを行いまた自首するのであるが博士は自分の心を振り返ってみて両親の著作などはありそうにないと思った 両親ののに苦しむようなものは、人間が弱くできているからであろうラスネールはどうだランドールはどうだ彼らには毛頭もさような現象は見られなかったではないか自分の神経もおそらく彼らと同じように出来上がっているつもりだスポーツで鍛えた神経は両親の呵責に贖えぬほどデリケートではないはずだ しかし自分は決してラスコリニコフではない自分の最も大切な名誉を保護するためにその最も大切な名誉としてかかる仕事である以上自分はおそらくいまだかつてないほどの冷静を保ち得るであろうかくて殺害の計画は整ったのである博士は5000円の金を大学でお渡ししたいから 来たる六月罰日土曜日の午後証文を持ってきてくれと岩井千吉を呼び寄せたのである土曜日は午後で終わるのであるから誰もおらず殺人には極めて好都合であった二教皇は 博士の開花の実験室で手早く行われた博士は自分にマスクをかけ岩井に毒ガスを嗅がせると岩井は「うん」とも言わず数秒で絶命した博士はまず彼の衣服を脱がせて炉に投じて焼き払い帽子コウモリ傘下駄をも運んできて焼いてしまい金属製のものはルツボで溶かした。 それから叩きの床の上で動物解剖用の道具を持って死体を切断しかねてこしらえておいた火星ソーダの濃厚な溶液に投じて溶かし溶かした液はこれを薄めて流してしまい歯は別に機械を持って粉砕しおよそ3時間かかって岩井千吉を完全にこの世から消滅せしめてしまったのである。もちろん、 祝いの持ってきたカバンの中には博士の関係した証文以外にいろいろなものがあったがそれもことごとく灰となってしまい床の上の血も薬品と水とによって完全に洗い去られてしまったかくて教行は計画された通りに遂げられたがここにたった一つ西村博士の予期しないことが起こったそれは何であるかというに 死体切断の際血のついたメスの先で誤って左の触手の先端の外側をわずか二分ばかり傷つけたことである冷静な博士も切断中はかなり緊張していたと見え死体の処分や床上のはんの掃除などをしまって手を洗い初めて血が染み出ているのに気づいたのである痛みもほとんど感じないくらいであったが博士は念のために絆創膏を貼った 予定の中に入れていなかったこととていささか気にならぬではなかったがしかしこれが直接証拠になるはずはないと思った手に傷をしたことが死体を切断した証拠にならないことはちょうどかのランドールが裁判官に向かってストーブの存在することが死体を焼いた証拠とはなりますまいと皮肉を言ったと同じであるこう考えると、 博士の顔には軽い笑いが浮かんだそうして博士はほっとため息をつきながら教授室に入り安楽椅子にしばらく身を埋めて一休みしやがて姿見鏡の前で服装を検査し何食わぬ顔をして教室を出たのである教皇の後博士は開墾の情どころか一種の開墾をさえ覚えた ちょうどそれは難しい論文を書き終わってほっとした時の気持ちに似ていた常にない疲労を感じたので女中と2人暮らしの家に帰るなり夕飯も食べずに寝てしまった夕飯も食べずに寝るということは何かの証拠になりはしないかと思ったがこうしたことはありがちであるから安心して眠りにつくことができた翌日は いつもももよりも30分も余計に寝すぎた博士は多くの殺人者が教行後被害者の夢を見ることを思い浮かべ自分がぐっすり寝たことにむしろ不信を抱いたくらいであったそうしてこれはやはり自分の神経がしっかりしているためであると考え我と我が冷血性を賛美せずに折れたかった夢には見なかったけれども 現実の博士の頭には岩井千吉の記憶がまざまざと浮かんだ油ぎった皮膚を持っていながら小柄な痩せた体格の持ち主で額ははげ上がり目はつるそうに輝き常に口元に意地の悪い笑いが浮かんでいた六十歳になるまで独り身で暮らしたのも「再退すれば金がいるからだ」と語っていたくらいな男で 涙ななどどはどこにもなく全身これ貪欲の塊といってよいほどであったそれにもかかわらず彼が大学を出たばかりの医学士を養子として迎えたことは不思議な点であったがおそらく理に悟い彼はその医学士に開業でもさせてうんと儲けさせるつもりであったかもしれない博士は日曜日の午前中岩井千吉に関する取り留めのない考えにふけていたが ふと気がついて心の中で言った「いけないいけないこんなことを考えるのはやはり殺人というものの一種の後作用であるかもしれない後作用があるところを見ると自分の冷血性は徹底的でないかもしれない危険だ危険だ忘れよう忘れよう」忘れよう 3月曜日の午後2人の警官が西村博士をその教室に訪ねた博士はいよいよ来たなと思いながら応接室に障子入れた「甚だはなはな突然でございますが岩井千吉さんが土曜日にこちらをお訪ねしませんでしたか」と背の高い方の警官は言った。 見えましたよと博士は冷静に答えた何時頃でしたかそうですね三時頃でしたかそれからいつ帰りましたか四時少し前だったと思います岩井さんがどうかしましたか警官は今一人の警官とちらと目を見合わせた 実は土曜日から行方不明なのですおおそうですかどこへ行ったのでしょうか警官は言いにくそうにしていたがやがてポケットから一枚の紙切れを取り出した失礼ですがちょっと教室を捜索させていただきたいのでこのとおり令状をああなるほど。 どうぞ、ゆっくり探してきてくださいご案内しましょうと博士は無造作に立ち上がった昨日岩井さんとはやはり応接室でお会いしたでしょうかい,いえ実験室へ来てもらいましたよといかにもよどみなく博士は言った博士は正直に答えることが最も安全な策であることを知っていたのである では実験室から拝見させていただきます2二人の警官は昨日殺害の行われた実験室に入って拡大鏡を取り出しながら無言で隅々を探し回った博士は心臓の鼓動さえ高めることなしに彼らのなすことを見守ることができた彼らは結婚がありはしないかとたたきの床の上を綿密に調べたがもとより何の発見もなかった それから教室の各部屋を調べ最後に下駄箱の中をさえ探したが証拠となるものは何もなかった再び応接室に戻ってから背の高い方の警官は言った岩井さんは何の用でお伺いしたでしょうか借金を返済するためにこちらへ来てもらいました岩井さんはその金を受け取って帰りましたか そうです。その金はいくらでしたでしょうか五千円です。現金か、あるいは小切手でお支払いになりましたか現金です。証文はお持ちでしょうか不要になったから焼いてしまいました。しばらくして他の警官が言った。失礼ですが、 その指はいつおけがなさいましたか昨日です。と博士は絆創膏を貼ってある左の触手をわざと前に突き出して答えた警官は皮肉な笑い方をしていった解剖用のメスで傷つけられたのではありませんかよく当たりましたね。と博士も笑ったそのメスを拝見できぬでしょうか よろしいとも。こう言って博士は実験室へ行き岩井の死体の切断に用いた解剖用の道具を持ってきて見せた警官はメスを手に取って拡大鏡で調べただいぶ歯がこぼれておりますね度々使いますから何にお使いになりますか毒ガスの実験に使用する動物の解剖に用います 警官はいかにも軽い調子で尋ねた「これで人間の死体を解剖なすったことはございませんかまだありません」と博士は顔色を変えないで答えたやがて警官は自死去った警官を送り出した博士は心中で言ったは どんなに彼らが冷血性でもとても俺には及ぶまい4新聞は氷菓子岩井千吉が行方不明になったことを報じたバツバツ大学工学部に西村教授を訪ねて以来誰も顔を見たことがないというので世間の主張は西村博士に集まったが 博士はどこを風が吹くと言わんばかりの態度で毎日教室に出勤した警察では一方に岩井の行方を探し一方に西村教授を監視し大学の教室をはじめ西村教授の自宅をも再三捜索したが何一つ証拠を得ることができなかったこれがため岩井が生きているか死んでいるかさえも分からなくなり 警察では岩井自身の出現するのを待つかまたは死体の発見されるのを待つよりほかなすべき手段がなかった岩井家の養子に迎えられていた若い医学士岩井春夫は女中とともに養父の行方を気遣いながら度々警察へ行ってその後の事件の進展を尋ねるのであった養父は金銭の貸借関係のことを平素少しも春夫君に告げなかったので 西村教授に貸金のあったことも警官から聞いたくらいであった春雄君は皮膚科の教室に勤務していたが養父が行方不明となってからは一時休暇をもらって自分で警察と力を合わせて養父の運命を探ろうと決心した春雄君は学生時代から犯罪学に興味を持ち大学を卒業したならば法医学を治めようと思ったのであるが 岩井から混猛されて養子となり皮膚科学を収めることにしたのである春男く君のジップは祝賀の友人で祝賀から金を借りていたので主として父を救うために春雄君は養子となったのであるが住み込んでみれば養父は決して世間で評判するほどの無慈悲な人間ではなく深い理由があって冷静な性質となったに過ぎなかったことに春雄君に対しては zip にも勝るほどの親切を尽くしてくれたのであるから、こうして行方不明になってみれば、何を差し置いても探し出すことに全力を尽くそうと決心したのである。そこで、金庫を開けて貸借関係のある先を取り調べ、警察の人々に探ってもらったのであるが、用途として消息は知れなかったので。いよいよ養父は殺されたに違いないと思うに至った。 しからば養父は誰に殺されたのであろう養父が西村博士を訪ねて以来行方不明になったことから考えてみればまず西村博士を疑わねばならない。ことに警官の話すところによると当日は5,000円の現金を渡すために呼び寄せたということであるしまた西村博士を養父が訪ねた日に左の職士を。 しかも解剖用のメスで傷つけたということも甚ははだ怪しむべき事柄であるけれども肝心の直接証拠がないから警察でもどうすることもならぬのであるおそらく西村博士は養父の死体を完全に消失せしめたがためわざとそういう怪しい事柄を警官に示したのであろうしてみると西村博士はよほどの怪物でなくてはならぬ よしそういう怪物であるならばどこまでも戦ってやろうそうだ敵を征服するにはまず敵に近づいておかねばならないこう考えて春雄君は養父が行方不明になってから2週間の後西村教授を大学に訪ねたのである岩井医学士はまず応接室に通された。 父は実験室でお目にかかったそうですから実験室を拝見できるでしょうかどうぞこう言って博士は気軽に案内した岩井学士は辺りを見回していったどうも父がまだこの部屋におるような気がしてなりませんというとこの部屋で殺されなさったというのですねああ そうして、私が殺したというのですね。はあ。と、学士は博士の顔をじっと見つめた。しかし博士の顔はびくともしなかった。春尾くんは博士が思ったよりもはるかに強い人間であることを知って驚いた。しかし、証拠がないじゃありませんか。証拠は、 取り除けばなくな,りますな,くなればやはり致し方がないじゃありませんかだから取り除かれた証拠を見つけ出そうと思うのですどうか遠慮なく見つけてくださいいえここで見つけようとするのではありません証拠を見つけるためにはそれだけの資格がなくてはならんと思いますからまずその資格を作ろうと思います おお、それはどうするのですと博士はさすがに不審そうな顔をした私はまず法医学を治めようと思うのですことに殺人の行われた部屋そのものの性質を研究してみようと思いますそれは面白いですね時にと 学士は博士の左手に目を注いでいった父がお尋ねした日に職師に傷をなさったというのは本当ですかそうですこう言って博士は祝い博士の目の前に左手を差し出した傷はもとより治っていて目に見えるか見えぬくらいの犯行があったなるほど。 これが父の死体を切断なさるときにできた傷ですかそうじゃありませんその日の朝できたのですとまるで世間話をしているような態度で博士は答えたいやありがとうございましたなんだか直接証拠が見つけられるような気がしてきましたそれは結構ですどうです これからすぐその直接証拠を見つけられてはさあそれは少々困難だと思います5年かかるか10年かかるか私の研究次第だと思いますそうですかそんな気の長いことですか全く気の長い話ですしかし私も養父には人方ならぬ恩を受けておりますから 証拠を見つけるまでは何年かかっても続けたいと思います。大いにおやりなさい。そうして幾年かの後、あなたが犯人であるということを見届けるのはきっと愉快だろうと思います。定めし愉快でしょう。しかしそうなると、私はあまり愉快ではありませんね。が、 反対に何年過ぎても証拠が上がらぬとなるとそれを見ておることは私にとって愉快この上もありませんね二人は苦笑したしかし二人の心はスイカのごとく争っていた五一月過ぎ 二月過ぎ三月過ぎても養父は姿を見せなかったので岩井医学士は養父が殺されたことを確信すると同時に西村博士を憎む情が日増しに激しくなった岩井学士は西村博士に告げたごとく皮膚科教室を辞して法医学教室に入ったしかし法医学を治めることは実は直接証拠の探求のためではなくて年内の希望を果たすに過ぎなかった けれども、西村博士が養父を殺したという直接証拠は必ず見つかるであろうと思った。いな、見つけねばやまないと覚悟したのである。半年を過ぎたある日、春尾くんは西村博士を訪ねて実験室で話した。どうです研究は進みましたかと、博士は気軽に訪ねた。いや、 ななかなか進みませんと春雄君は相手の顔を見つめていった今は結婚の研究をやっております私の考えでは一度血液が物体についたならばたとえ拭い取り洗い取った後でも必ず反応を示すだろうと思いその反応を研究しておるのですがなかなか容易ではありません。もしし成功したならば この実験室の物体を検査させていいただこうと思います。博士はちらと床の上へ目をやったそうですかそれは面白い研究ですねしかしたとえこの実験室の物体に人間の血液のついた跡を証明したとて必ずしもお父さんがここで殺されなさったという証拠にはなりませんですね 仰せの通りです。いや、私の研究の経過をお話しに来たばかりです。実験室を去った学士は心の中でつぶやいた。ふん、何も辛抱比べだ。そのうちには、あの冷静そのもののような顔に恐怖の色を浮かべさせないでおくものか。さらに、半年が経過した。 警察はもはや手を引き世間はこの事件を忘れた今や全く西村博士と岩井学士との二人きりの戦いとなったどうです結婚の研究はと岩井学士の訪問を受けた博士は尋ねたなかなか思わしく進みません早く完成したいものですね 全くです。しかし近頃は少し方面を変えて「人相学」ことに「殺人者の人相」の研究をしていますおおそれは面白いですねどうです私は殺人者らしい人相を備えていますか学士はわざと顔を近づけじっとにらんでいったあなたの目は 確かに殺人者の定型的なものですそうですかそれじゃあこれから人を殺す運命にあるのですかいいえその目はすでに殺人をやったタイプですそうですかしかしそれかといって 私がお父さんを殺した直接証拠にはならぬようですね無論そうです岩井学士が去ってから西村博士はつぶやいたいつまで過ぎたって何の研究ができるものかそれに時を振れば振るほど直接証拠は希薄になるのが常識ではないか我輩の神経は 祝い学士ぐらいのためにびくともさせられるものではないそれから一年の後祝井学士は例のごとく西村博士を訪ねた「どうです人相学の研究は」と博士は訪ねた「近頃はまた方面を変えて殺人者のかかる病気について研究しております」と 博士は常になく目を輝かせて言った。ね殺人者はどんな病気にかかるものですか。言うまでもなく、殺人者は大部分死刑に処せられますから、無論、無期懲役その他のものについての統計を取ってみますと、一番多いのが胃がん、その次が肺結核です。これを聞いた博士は妙な表情をした。 そうですか胃がんとは痛快ですすか胃とはねしかし殺人者の病気と直接証拠とはどういう関係があるのですかもちろん何の関係もありません仮にあなたが胃がんにかかられたとしてもあなたが殺人者たる証拠にはなりませんけれどももし胃がんにかかればそれで万事解決されたと同じではありませんか 殺された者も浮かばれるでしょうから。学士が去ってから博士はつぶやいた。要するに何の研究もできないのだ。しかし病気のことを言い出されたのは少々心に応えた。俺は体と名誉とは世界中で何よりも一番愛するからな。なに、俺は 胃がんや肺結核に襲われるような体質じゃないんだ。木とについた祝い学士の顔には微笑が浮かんだ。有望だぞ。病気の話をしたらさすがに顔色が変わった。今にあの顔の色を極度に変化させてやろう。いや、まったく有望だ。6 二年の後、岩い学士は西村博士を訪ねた。養父が行方不明になってから、実に四年の歳月が流れたのである。久しぶりですね。どうです、研究の方は。やっておりますよ。実験が忙しいもんですから、ついついご無沙汰いたしました。と言って、学士は博士の顔や体をじろりと眺めた。 近頃はまた方面を変えて実験病理学の研究をやっておりますどんなことをするのですかウサギやモルモットにばい菌を植えてから病気の起こる日数を研究するのです例えば結核菌を皮膚にすり込んだり空気と共に吸わせたりあるいは血液の中へ直接注射したりしてみますと直接血液の中へ入った時が一番早く発病します どんな潜伏期の長い病原菌でも血液中に入るとかなりに早く発病しますそれが直接証拠とどういう関係がありますかもちろん何の関係もないはずですがただ例のごとく研究のお話を申し上げたにすぎませんそれに近々私は欧米に留学しようと思いますほうそうですか やはり直接証拠の研究ですか。まあ、それに関連したようなことです。主として精神分析学と催眠術等を研究してこようと思います。なるほど。精神分析学で殺人者の精神を分析したり、催眠術をかけて殺人者に自白でもさせようというのですね。そうとは限りません。とにかく、 まあ十分研究してきてください何年滞在の予定ですか3年の予定ですお体を大切にありがとう存じます祝い学士の要望中西村博士は1年に一度の割で絵はがきを受け取ったそのいずれにも「記帳すれば必ず直接証拠を発見します」 という文句が書かれてあった前の2度はこれを受け取った時ふふんとあざ笑ったが3度目にはいよいよ「不通記帳する」と書かれてあったために常になく興奮を覚えたのであるもっとも博士が興奮を覚えたのは他に重大な理由があった3度目のハガキを受け取ったのは1月の半ばであったがその年は常にない寒さであって 左手に少しばかりのも焼けができたからであるしかも激しい寒気がいつまでも続いて容易に治らず人一,一倍健康を気にする博士はそんな些細なことにもかなりに気を腐らせていたのである果たして祝い,いは直接証拠を見つけるであろうか常になくそんな疑問さえ心に浮かんだそうして い学師に会うことがなんとなく嫌に思われたこれはいけないと博士は絵はがきを切れ切れに裂いていった俺には強い神経があるはずだ殺害してからもう7年になるではないかどんなに欧米で研究してきても直接証拠は見つかるまいそうだ早く会って ・大いに嘲笑してやろう7それは肌の凍るような2月上旬のある日のことであった陽光から帰った岩井学士は約束のごとく実験室に西村博士を訪ねた学士は果たして約束通り 直接証拠を見つけることができるであろうかこれは久しぶりですねこういった博士の声は常に似ず力がなかったまたその顔にはなんとなく元気がなかった岩井学士は母と思い「全くのお久しぶりです」と言いながら博士の顔をじっと見つめ それから体じゅうを眺めたが博士の左手を見るなり急にその目は輝いたおや左手をどうかなさいましたようですねと学士は興奮のため声を震わせて尋ねた今年は寒いものですから霜焼けができたのです時に直接証拠は発見できましたか岩井学士は、 胸に手を当てなければならぬくらい興奮したとうとう直接証拠を発見しましたえとさすがの博士も少し顔の色を変えたあ常になく驚きましたねこうなると失礼ながら勝利はこちらのものですと学士はいじわるそうに博士を見つめた どこに証拠があるのですと、博士は声を絞るように言った。証拠は、あなたのその下焼けです。これを聞くなり、博士は思わず左手を後ろに引いた。さっと血の毛が顔から去った。西村博士、その下焼けこそ、あなたが父を殺した直接証拠なのです。 私は今日日ののここのをどんなに待ったことでしょう法医学教室での研究も外国での研究も全てはあなたのいわゆる直接証拠とは無関係だったのですあなたは法律上の直接証拠を意味しておられたでしょうが私は医学上の直接証拠を意味していたのですあなたのような冷血的な殺人者に対して法律上の直接証拠をあげえないことは 初めから分からっていましたただ私は医学上の直接証拠が必ず得られるという希望を初めから持っていたのです5年過ぎるか10年過ぎるかわからぬがとにかくそのうちには証拠が現れてくるだろうと信じておりましたこの希望と確信等を用えるものは養父の秘密を知っておる私以外にこの世に一人もありません 養父には恐ろしい病すなわち雷病がありました養父が冷たい性質であったのもそのためですし私が養子に迎えられて皮膚科を治めたのもそのためです私は毎日養父に昇降水を注射して辛うじて病気の外部に現れることを防いでいましたそれゆえ養父の体内には雷菌がいっぱい繁殖しているのです ところがあなたは養父を殺した死体を切断しその際指を傷つけられましたいかに聡明なあなたでも医学を治めておられないためにそれには気づかず別に特殊の消毒を施されなかったでしょうから雷菌は傷口から血中に入ったに違いありませんそこに私は希望を抱いたのですかつて私は実験病理学のお話をして 血中に入ったバイキンは早く病を起こすことを申し上げたつもりですが、雷菌のごときは潜伏期が十数年、または数十年もかかるのが普通でして、血中に入った場合はどれだけかかるか私も知りませんでしたが、今日初めて7年かかるということがわかりました。時々お目にかかりに伺ったのは、あなたに雷病の症状が現れてきやしないかを見るのが主なる目的で、 研究のの話はつけたたりだったのです私は皮膚科にいました。雷病を研究しておりましたから、雷の症状は一目でわかりますがあなたのその霜焼け用の皮膚の変色は雷病の定型的症状です。これが直接証拠でなくて何でありましょうこれでお約束通り直接証拠をお目にかけることができ 養父に対する義務を完全に果たしました。あなたは法律上の死刑よりもなお一層恐ろしい刑罰を受けられることになりました。では、もうこれで再びお目にかかる必要はなくなりましたから、永久にお別れいたします。絶大なる恐怖のために椅子に身を埋めた博士を後に残して、 岩井学士は極めて軽快な歩調で教室の門を出た翌日西村教授が教室で毒ガスを吸って倒れていることが発見された人々は自殺か過失死かの判断に迷ったが岩井学士だけは教授の死の真相をはっきり知ることができた。